三浜発電所とニューオーハシ三浜発電所地図三浜発電所は福井県三方郡三浜町入に所在する関西電力原子力事業本部の原子力発電所1号機から3号機まで3機の原子炉の合計出力は166.6万キロワットである若沢に面する鶴ヶ半島の西部に位置しており日本の電力会社として初めて開設した原子力発電所である 発電所に向かうニューオハ橋の入り口に発電所の PR 施設、三浜原子力 PR センターがある。また発電所施設内には樹齢300年を超える黒松の根上がりの松があり、日本の白社1 0百選に選ばれている。近くには入海水浴場、水晶浜海水浴場、ダイヤモンドビーチなどの海水浴場がある。関西電力は 原子力発電所の設置を広大な敷地が確保できる。手見や自然災害が少ないなど、候補地を日本海側は、能登半島から、丹後半島、太平洋側は、紀伊半島を選定していた。その中で、関西電力は1961年10月、敦賀半島の敦賀市浦底地区と三浜町入地区の2カ所を調査地点に選定した。翌年の1962年に、 調査対象地点の一つである、入地区で発電所の開発が進められることになった。三浜発電所における想定される地震の強さは750ガル。津波の高さは1.53メートルから1.57メートル。破裂化症リフィス下流側に生じた渦によるキャビテーションが徐々に配管内面を削った。28年間削られ続けたことで、 管の厚みは1 0ト、mm、ルから最優素部は1 4ト、mm、ルにまで減肉し、ついに耐えられなくなったと考えられている。事故、編集2004年8月9日午後3時半頃、通常運転中の3号機二次冷却系の複水系配管が第4低圧給水加熱機と脱気機,機との途中で突然破裂し、高温高圧の二次系冷却水が大量に漏れ出して、 高温の蒸気となって周囲に広がった。事故当時、現場のタービン建屋内では定期点検の準備のため211人が作業をしており、問題の配管室内には11名の作業員がいた。事故直後に死亡した4名の死因は全身やけど及びショックによる心肺停止でほぼ即死に近い状態だったとされる。また、事故から17日目の8月25日には、 全身やけどを負っていた作業員一名が死亡したため、最終的には死亡を五名、重軽傷六名となった。三浜発電所の加圧水型原子炉は放射性物質を一時冷却系内に止めるよう設計されているため、この事故での汚染や被爆者はいない。原因、編集炭素構成の直径五五十センチメートル、肉厚メートルの配管の内面が腐食などによって減肉し、 事故当時は肉圧 1.4mm にまで減肉していた。摂氏150度重気圧という運転圧力と流体振動に耐えられずにこの部分の上側を起点に大きく破裂したと考えられる。破裂箇所の上流側には圧力差から流量を計測するためのオリフィスと呼ばれる強作部が設けられており、ここで生じた下流によるキャビテーションが徐々に配管内面を削り、 運転開始から28年の後に、ついに強度的に耐えられなくなったと考えられている。本来は、肉厚4 7ト、mm、ルまで減肉してしまう前に、予防措置を取るという内部規則があり、1989年には、配管を検査し1991年には、取り替えることになっていたにもかかわらず、関西電力と検査会社の見落としで、点検台帳に登録されておらず、 この箇所は稼働以来の27年間に一度も点検さえ行われていなかった。当時の二次冷却系の冷却水は水質に問題があり、サビに弱い安価な炭素構成の交換に、オリフィスによるエロージョン・コロージョンが生じたということで、原因の説明はついたが、他の多くの原子炉も、また同様の環境下にあって、確かに、本事故後の検査では、同種の原肉がいくつも発見されたが、 三浜原発3号機の原肉は特に大きく、それらの違いの原因は明確ではない。冷却系配管の原肉自体は原子力発電所固有のものではなく、火力など他の冷却水配管を用いるプラントでも管理が不十分であれば同様の事故が起こり得る。事故処理、編集運転中の原子力発電所における死亡事故としては国内初原子力関連施設での死者としては、 東海村 j c o 臨海事故以来7人目であり、関西電力の危機管理能力が問われている。この事故は原子力施設における労働災害として極めて重大であり、国内の原発事故史上初の重大災害対策本部が設置される事態となった。その後、原子力安全、保安委員、厚生労働省福井労働局、警察当局が 原因究明や関西電力の安全管理体制と責任について調査している。放射線被曝による死亡事故ではないため、国際原子力事象評価尺度での自己評価は例となっていたが、後に安全管理不適切として1に変更された。原子力安全保安院によって全国全ての原子力発電所、火力発電所についても調査し、不備があるところは、 指導をすることになった。2011年4月に、下半式の発電機、及び、同年9月に、空冷式の発電機の搬入がされた。さらに増設予定で、中には、海抜32メートルの位置に設置することも、検討中である。詳しい設置については今後検討する予定である。さらに、福井県側からも、県内の原発の耐震、津波、 冷却系などのバックアップの見直しを指示したとしている。ありがとうございます。